やあ、旅人にパイモン。ん？隣の方は？ハクア先生とお見受けいたします。お会いできて光栄です。僕は、陳州集権録の作者、陳。いえ、お会いできたのに、筆名で呼ばせるのは失礼でしたね。僕のことは、ゆくあきと呼んでください。なら、君も僕をアルベドと呼ぶといい。いえ、そんなわけには。どうしていけないんだい？お互い旅人の友達なんだし、本名で呼び合う方が手間も省けるはずだ。それに僕たちはこれまでにも交流があっただろう。そこまでかしこまられるとかえって慣れないよ。アルベドだけじゃないぞ。オイラたちもこんなに慌てたゆくあきを見たのは初めてだ。まったく、君たち二人まで機械とばかりに僕をからかわないでくれ。そうだ、先ほど不当で創作大作戦の物語を見つけたんだ。聞けば君はそれを収集しているんだってね。創作大作戦？ほら、五箇仙物語が書かれた紙切れを探すあのイベントのことだ。前に吟遊野郎が一枚見つけてモデルとしてお前の絵に採用されただろう。ん？ああ、そうだったね。物語は大体把握したよ。ありがとう、大助かりだ。それならよかった。だけどこの物語、全く筋が通っていないように見える。どういうことなのか詳しく教えてくれないか？もしみんな時間があるなら、どこかで食事でもしながら話そうか。それは。あ、ゆくあきは何か用事があるのか？いや、なんでもない。食事といえば、志村屋のうな茶漬けがとても美味しいんだ。そこへ行くのはどうだい？志村屋か。だけど今日は風が強いからね。雨遊亭でもいいかい？ああ、僕は荷物を置いてくるから、後で雨遊亭で会おう。ふん、やはり辻褄が合わない。そんな、オイラ結構うまくやれたと思ったんだけど、もしかしてどこかでボロが出てたか？いや、パイモン、君のことじゃない。旅人、どう思う？ゆくあきが怪しい？おいおい、二人とも何言ってるんだよ。パイモン、この詩は君もさっき読んだだろ。ゆくあきからすれば筋の通っていないものだけど、前のものと合わせて読んだならどうだい？合わせて読む？どれどれ。水光は酔っ払って眠ったせいで葵の翁の歌をなくした。葵の翁は自身のその歌を謎の人物に渡した。これってまさか、今日の物語は陳州集権録の新刊を盗んだ犯人がゆくあき本人だって言ってるのか？そんなはずないだろう。だってゆくあきは今朝稲妻に着いたばかりなんだよな。実はそれも疑わしい点なんだ。ゆくあきがついさっき稲妻に到着したのなら、なぜ志村屋のお茶漬けの味を知っていたんだい？それに僕が風が強いことを理由に場所を変えたとき、彼は何の疑問も抱かなかった。まるで志村屋が屋台であることを知っていたかのようにね。それってつまり、本当はもっと前にゆくあきは稲妻に到着してたのに、着いたばかりのふりをしてたってことか？ああ、僕はそう考えている。でもゆくあきが犯人なわけないよな。ゆくあきの夢は義侠心ある人になることなんだ。人助けはしても仁義に背くことは絶対にやらないはずだぞ。落ち着くんだ、パイモン。僕はゆくあきと初めて会ったが、以前から手紙で交流していたからね。彼の人柄についても理解しているつもりだよ。きっと事情があるんだろう。この物語にもあったが、
葵の大きなが歌を持って行ったのは誰かに脅されたかららしい。ゆこあき、もしかして危険な目にあったんじゃ。今はまだわからない。だけど幽亭は屋内席のみの料亭だから、怪しい者の尾行や盗み聞きはすぐに見つけられるはずだ。あそこで話をした方が安全だろう。真相を明らかにするためにも店では僕の話に合わせてくれ。とりあえず右遊亭へ向かおう。